はい、線に、ね、合わせて切るとこういう感じになります後ろはねこういうパカパカっとする感じになります、はい、続いてですねプラバンを貼っていくわけなんですけども、えー、まずはですねこことここの縦と横の長さをそれぞれ測ってくださいでそしたらですねそれより 1cm 大きいサイズですね縦も横も 1cm、えー、例えばですねここを測ると今2 5センチ大体あるので 26cm で縦は、えー、8cm、ね、ありますので、えー、9cm のサイズで切ってください上も同じですねはいここの取り出し口よりちょっとね大きいプランを作ったらですね、えー、ここねプランのこう,いうこういうとこですねちょっと切り口が鋭いのでこういうふうにですねセロハンテープをちょっと見にくいかな貼ってくださいでやり方としてはです、ね、セロハンテープをまず こういう感じで半分貼ったらここをね折り返すようにして貼ってくださいでこうするとですねここが丸くなってですね手が切ってしまうという可能性が低くなりますはいもしね文字を書きたい場合はこの段階で書いといてくださいそうしたら一回裏返して裏からですねガムテープをピーッとしっかり貼ってくださいで、えー、と後ろのね扉を開けてここのね、えー、ここのね 取り出し部分ですねこちらに貼りますで気をつけてほしいのがここにね段ボールのちょっと折り返しがついてる場合があるんでここに引っかかっちゃうと困りますので少しねここのところから浮かせる感じで貼り付けてくださいはい、えー、取り出し口をねこういう風に作りましたら続いてですね商品の窓の部分ですねこちらをつけていきます、えー、大体ね4か所ぐらいでいいので1234か所、えー、両面テープをまずつけて この薄、ね、離紙を剥がしておきますはい薄利、えー、紙をね剥がしたら、えー、両面テープね一回くっついちゃうとなかなかね剥がすの難しいんで慎重にね、えー、裏からね貼り付けてくださいはい、えー、プラ板を貼るとねいよいよ、えー、ちょっとね完成が見えてきましたね、はい、続いてねコインの投入口を作りたいと思いますまずはですね段ボールのここですね取り出し口のここのスペースのところにガムテープを1枚ですねピッと貼ってください でそうしたら、えー、と調味料に入れ物ですね高さ7センチぐらいのところでピッと切って、えー、と裏にですね両面テープを貼り付けますこういう感じですねでそうしたら端っこをですね合わせてこうピッと貼り付けますで両面テープなんですけどもガムテープがねついてるので何回もつけたりね外したりできますこういう感じですね でもしこれねくっつきが悪くなったら、えー、両,面両面テープを交換するようにしてくださいはい、えー、ということでね調味料のチューブの箱を、えー、ここに貼り付けましたらですねここら辺に画鋲で一回プスッと穴を開けてくださいはい、えー、表に返すとですね画鋲の穴がここにありますのでここが下のラインということになりますのでここからね上に向けて えー、コインのね投入口幅、えー、5mm ぐらいかな、えー、カッターで開けてくださいはい、えー、ということでねコイン投入口ができましたチャリンとで裏から見てみましょう投入されたコインがガチャンとこの中に入りまして、えー、溜まってきたらですね両面テープをピッと剥がして回収できるとこういうシステムですはい続いてねこの売り切れ表示を作っていきたいと思います はい、このね段ボールを、えー、大体ね先ほど作った、えー、ボタンより一回り大きく作りたいと思います、えー、ということで今回はですね、えー、4cm×3cm で段ボールを切りましたはい、えー、このようなねおもりとなるようなもの、えー、今回はナットを使いますけどもこれを段、えー、ボールのですね下の方に貼り付けてガムテープでね包むように貼り付けましょうはいこういう感じですね このね穴をしっかり塞ぎつつここからねテープがなるべくはみ出さないように調整して貼り付けてくださいはい貼り付けるとねこういう感じでプラプラしてますので後ろからですね手でこうやって押さえながらここにね「ね売り切れ」と書きましょうはいこうやってねボタンの数だけ売り切れ表示を作れば OK ですはい今度はですね こちらの本体を横にくるーっと回しまして実はもう開けちゃってるんですけども先ほど画鋲でね、えー、開けた穴これにですね鉛筆を刺してこうやってグリグリっとやってちょっと穴を大きくしてくださいでそうしましたらですねここはちょっとねお家の人に手伝ってもらったりなんかしてこうやってですね棒を刺しますあの棒がうまく刺さない場合はもっと太いペンとかを使ってねちょっと穴を大きくしてあげてください ここはね、あのおうちの人に手伝ってもらうといいかなと思いますで、そのまま反対側に棒を通していきますこういう感じですねはい、そしてね、棒が通ったらここね、1、2cm 残してくださいで、くるっと反対側に回しましてはい、反対側を向けたらここもね、また2センチぐらい測ってマーカーでこうやって印をつけてくださいで、ここのね、えー、印をつけたこの部分この部分から カッターとかねもしおうちにノコギリがあればノコギリなんかを使ってですね、えー、長い、えー、ちょっとねここを使わないのでここは切り取ってしまいますここはね、えー、結構カッターとか危ないので、えー、お家の人に手伝ってもらうといいかと思いますいよいよねボタンを取り付けていきます、えー、まずはね先ほど作ったこちらのパーツこの糸の部分が下になるようにしますでそうしたらですねこの木の棒ですね 木の棒をまたぐ感じで、はい、ちょっとね見えづらかったねもう一度やりますこうやってねえ木の棒をまたぐようにして糸を通してちょっとはみ出させますでそしたらこれをまた折り返してテープでつけますこういう感じですね、えー、こちらをですねペロッとちょっとめくってこのねクリップを引っ掛けるようにしますでこれを手を離しますでこれで OK ですはいそしたらですねジュースをちょっと試しに、ね、のっけてみましょう いしょこういう感じかな、はい、それではね早速ちょっと実験してみましょうせーのピッドンでジュースが取り出せれば OK ですはいもしねこうやってセットした時にちょっとボタンが引っ込んでるなーっていう場合は、えー、ちょっとね段ボールにも力がかかるしちょっと壊れやすくなってしまうのでクリップをですね少しちょっと前に持ってきてもう一回挟み直してください はいこういう感じですねボタンがちょっとねはみ出すぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思いますはい、えー、ということでね、えー、他のボタンも同じようにしてつけていきましょうはいこれで、ね、完成と言いたいところなんですけどもちょっとねもう一工夫していきましょう はい。一工夫するのはですね、こちらの裏の部分ですね。えー、遊ぶときにはね、何回もジュース、えー、補充していくと思うんですけども、ここね、一回バタンと閉じてしまうと、ここ開けるの大変なんですね。指、こうやって入れなきゃないし、そうやってるうちにだんだんボロボロになってきちゃいます。えー、そこでですね、まずここにガムテープを貼り付けます。はい。こういう感じですね、半分はみ出すような感じでくっつけて、 よいしょこういう感じですね。そしたらこれを折り返します。こういう感じですね。で、こういう感じにします。こういう感じですね。で、反対側も同じように貼ります。はい。えー、こういう感じになりましたらですね、えー、ガムテープをまた1枚用意します。こういう感じですね。で、これを裏からピッと貼り付けてですね、ここを粘着面同士くっつけちゃいます。こういう感じですね。 こううい反対側にも、ね、このピラピラーっとしたものをつけますはい反対側にもねこのピラピラっとしたものをつけますそしたらですねパタンと閉じてよしこのねピラピラが外にくるようにして閉めてくださいこういう感じですねでジュースを補充する時にここのねピラピラをつかんでやると簡単に開けることができますこれねちょっとした工夫ですね はい。ということでね、後ろの蓋までできれば、これでね、だいたい完成なんですけども、せっかくなんでね、ここに値札とかね、つけたら面白いんじゃないかなと思いますので、まあ好きなようにね、飾り付けしてみてください。はい。えー、ということでね、仕上げにね、こういう感じで値札を付けたりとか、えー、これはね、空き箱の A です。えー、こういう感じでね、えー、好きなマークとか文字とかを書いたりとか、えー、それからですね、実際には出てこないんですけども、お釣りのね、返却口とか、こういうものを付ければ、 完成ですはい遊び方はね簡単ですまずはねコイン投入口にお金を入れますじゃりん。はい入れなくちゃも出てくるなんてそういうこと言わないのまあね雰囲気出すためには、まあ、せっかくなんでねここにねお金入れましょうでね、えー、好きなジュースをジュースのボタンを こうやって押せばドーンジュースがよいしょジュースが出てきますはいそしてねさっきセットした通り「売り切れ」の文字が出てきますじゃあちょっとねこれも売り切れのところがね出てくるところちょっとアップで見てみましょうこうやってジュースを買うとピッ、売り切れのね文字が出てきます はいということで今回のね中身はこうやってジュースにしたわけなんですけども、えー、こちらね、えー、こういう形になってますので必ずしもねジュースじゃなくてもいいですお菓子を入れてもいいですし、えー、お気に入りのねおもちゃなんかを入れてもいいのでいろんなね工夫して皆さんで遊んでみてくださいはいということで作り方は以上です難しかったかな簡単だったかな難しいなーって思ったお友達はお家の人とかねお友達と一緒に作ってみてね はい今回はねこういった、えー、ジュースをね入れてみたわけなんですけども、えー、お菓子とかねおもちゃとか自分の好きなものを入れたりとかそれからね大きさもこれに限らずねおっきい段ボールを使ってもいいですしもっとねコンパクトなものを作っても面白いんじゃないかなと思いますので、えー、飾り付けとかですね自分で好きなようにアレンジしてみてオリジナルの、ね、自動販売機作ってみてください。ワンダーースクールでねご覧になっている皆さんは 作ったらね、ぜひ投稿してね、えー、私秋箱さんとか他のね、お友達もぜひ見せてくださいね応募待ってますそれでは次回もお楽しみに